阿蘇市で死者行方不明者22人を出した九州北部豪雨災害から7年が経つ令和元年7月12日、犠牲者の冥福と阿蘇市の復興を祈って追悼行事が行われました。追悼行事は市役所庁舎屋上に半旗を掲げて、午前9時から佐藤市長はじめ遺族や市民、市議会議員、それに市役所職員らおよそ80人が参列して行われました。まずサイレンに合わせて犠牲者が多く出た東外輪山の方向に向かって黙祷を行い、亡くなった犠牲者の冥福を祈りました。そして佐藤市長が、九州北部豪雨や西日本豪雨、熊本地震など過去の災害での試練と辛苦を風化させることなく、災害への備えを怠らず、人命財産を守る防災体制の強化を図り、安心安全な街づくりの実現に向け、今後も前へ進んでいく決意ですと追悼の言葉を述べ、犠牲者の冥福を祈るとともに復興を誓いました。阿蘇市では7年前の7月12日の未明から午前7時までに 459.5mm の大雨に見舞われ、この豪雨で外輪山の至る所で崖崩れが発生、家屋の全壊60棟、死者行方不明者合わせて22人を出し、尊い命が奪われる大惨事となりました。この豪雨で父親の白石嗣夫さんを亡くした白石勲さんは、7年前のことを思い出しながら次のように話しました。市の方からも避難の案内がありますけどですね、私の場合はもうとにかく早め早めに避難します。